ここで決める。決める。もらった。
負けるわけにはいかない。ああ。クリス様、ご無事でしたか？鈴代。何者です、あなた。クリス王子は私が保護した。心配ない。あなたは、そうですか。あなたが剣の姫。ソルディアが剣の姫。イーリス。四方が大地の姫、鈴代と申します。早速ですが、クリス様を返していただきましょう。クリス様をお守りするのは、私の役目です。断る。では、力ずくで奪うまでです。血の気が多いかね、今回の姫様方は。お前たちか。こんにちは、剣の姫。そして初めまして、大地の姫。こたびのワルツ、審判を務めさせていただく、ピジョン&クロア。以後、見知り置きを。で、その審判さんが何のご用でしょうか？やる気満々のところ邪魔して悪いね。でもルール的にここで決闘はなし。何せ剣の姫はすでに竜の姫の決闘を受けている。剣章第八条、すでに決闘の約束を交わした者はその決闘が終わるまで決闘を受けることも申し込むこともできない。というわけ。 OK。規則とあっては仕方ありません。命拾いしましたね、剣の姫。竜の姫との戦いが終わるまで待ちましょう。ですが、それまでの間、くれぐれもクリス王子におかしな気を起こしませぬように。よろしいですね。おかしな気？それはどんな気だ？愚弄するのですか？王子の無事は約束する。彼にはいかなる危害もいかなる者も近寄らせはしない。無論いかなる姫もだ。いいでしょう。その自信この手で砕いて差し上げます。せいぜい竜の姫に敗れることのなきようお気をつけください。さらばだ。おやおや、今日の彼女は結構おしゃべりだったね。同じ目口っ子としてどう思う、クロー？昨夜の剣の姫と別人である可能性はありません。外見より測定される各数値、すべて一致しています。ああ、そう。一つ、クリス様にことづけを願えますか？ん？それくらいなら構わないよ。万人を始末する際、不手際でお庭の形を少し歪めてしまったこと。深くお詫び申し上げますと。では、私もこれにて失礼いたします。庭の形？裏庭にガードナー2体分の消滅反応。どれどれ、見てみようか。うわぁ、これはひどいね。かわいい顔して。どんな戦い方したんだか。巨大な圧力による地盤の陥没、歪みは地下深くにまで及んでいます。いやー、早く見てみたいね、彼女が人と戦う姿をさ。ポルル、精が出るな。なんとか
夜風をしのげる程度にはな。すまないな、屋敷の修繕などさせてしまって。あら、ボルボン。ボルンは単純な作業しかできないからな、大して役には立てないと思うわ。そうか、まったく、お前の純能力には驚かされる。それは、できない。君はこれ以上知るべきではない。ここが最後の境界線だ。これ以上来れば、君は戻れなくなる。だから、その指輪を僕に返し、すべてを忘れるんだ。地王に王子が生まれました。王子はこの世にただ一つのその身に全てを受け継ぐため生まれました。王子は籠のひな鳥のように慈しまれ、それはそれは健やかに育ちました。王子の前途に影はなく、ただ光がさんさんと降り注いでいくであろう。誰もがそう信じて疑いませんでした。でも誰も知らない秘密が一つ、誰にも知られてはいけない不幸が一つ、王子は半分だけしか王子ではなかったのです。もう一度言おう。その指輪を僕に返し、全てを忘れろ。指輪のことは僕の落ち度だ。むしろ関係のないお前を危険な目に遭わせたことを謝ろう。だからお前が責任を感じる必要はない。これ以上僕に関わらず、お前は普通の生活に戻れ。合体は指輪の力によるものだ。その指輪を僕がはめれば、一人でもあの姿になれる。外す方法ならある。そうだ、僕は勝たなくてはいけない。何があっても、何を犠牲にしても勝たなくてはいけないんだ。無関係のお前が興味半分で首を突っ込むことではない。お前には感謝している。だがここから先は僕自身が解決しなくてはならないことなんだ。下準備だ。指輪を外すにはまず力を弱める必要がある。これはそのためのものだ。効果が現れるまでに必要な時間はおよそ1日。明日の午後6時。それまでは何があっても絶対に呪符を外してはいけない。呪符の効果は1回のみ。一度外せば当面のところ指輪を外す術はなくなる。いいな。もう一度言っておく。何があってもその布を外すな。外すな！
王子？もう王子！聞いておられるのですか？ああ、エイプリルか。ずっと聞いているぞ。私の目には講義の途中で居眠りする王子の姿が映ってましたけど。そんなことはない。ほほー。では今何の話をしていたかおっしゃっていただきましょう。エルディランド氏、建国旗カイス・ギルムントの章だろ。そのあたりはすでに聞き飽きるぐらい聞いた。空で暗唱できるくらいだ。もう重ねて学ぶ中で改めて得るものもあるのですよ。同じ重ねるのなら、そんな確実性のないものより剣の鍛錬の方がいい。そちらはこなした分だけ確実に身になる。ダメです。今は勉学の時間。定められたことをきっちりこなすのも王子のお仕事です。そのセリフも聞き飽きた。同じことを何度も言うのは年を取った証拠だぞ、エイプリル。くそー。このエイプリル、王子に仕えて中途数年、レディに対してそのようなセリフを言うような、そんな王子にお育てした覚えは。すまない、冗談が過ぎた。さあ涙を拭いて。君のそんな顔を見ると心が痛む。エイプリルは笑顔が一番魅力的なのだから。勝った！今のは少しクラッときました。良い笑顔です。でもセリフはもう少しわざとらしさをなくした方がベターですね。今のが通じるのは夢見るティーンまでです。精進しようなどと。おしゃべりしている間にこんな時間ですか。この後は現代史の予定でしたが、仕方ありませんね。今日の講義はここまでにしておきましょう。剣の鍛錬に付き合ってくれる気になったか。いえ、あと半刻ほどで新宅府より使者が参ります。王子もご準備をお願いします。新宅府？最低者の代弁者どもが何の用だ。今日は診察の予定などないはずだぞ。先ほど連絡がありました。急を要す要件とのことです。ご機嫌、麗しゅう、王子。新館長、キジ。使いの者が来ると聞いていたが、まさか新館長自ら足を運ばれるとは。出迎えもせず失礼した。いい、気にする必要はありません。こちらも急な訪問ゆえ。あなたが来られたということは、やはり新宅が。はい、今朝方新宅府に下った最低者の言葉を伝えに参りました。慎んでご成長。はい。
では王子クリスに最低者の言葉を伝える。青の月、月に光が満ちる日、最低者の名のもと契約の門を開く。門の果て、異界の森の国、六国六騎集いてプリンセスワルツの幕を開けるべし。何？どういうことですか？通例ではワルツの開催は半年先の僕の誕生日、洗礼の儀式を経てからのはず。最低者は半年後では間に合わぬと判断しました。それは国王陛下の父上の天命が迫っているということですか？そうです。プリンセスワルツの開催を七国に余すところなく布告の上、万事滞りなく執り行うべし。加えて王子クリスに告ぐ。はい。最低者は王子クリスのプリンセスワルツへの参加を許す。この度のワルツに勝利し、ザ・クラウンをさすれば始まりの王女イーリスとの契約に従い、ザ・クラウンは力を授けるだろう。ただし、すべてはソルディアを除く五国には内密のもと。いいです。よろしく、リス。デート？うん、せっかくの土曜日だし一緒にお買い物行こうよ。お姉ちゃんに服選んでほしいの。買い物か。そうだな、特に用事もないし構わないぞ。やった！じゃあホラタも行くよね。え？なんでよ。もうどうせ暇なんでしょ。荷物持ちくらいする。何によ。大丈夫か、アラタ。どこか悪いのではないか。そういえば朝もおかわりの回数が少なかったような。熱ある？特にないようだが。バカの考え休むに似たり。そういうのは買い物に行ってから。はい、準備するする。はいはい、出発出発。冬物のコートも見たいし、あ、靴も見たいな。買うお金なんてないもん。当たり前でしょ。見るのが楽しいんだから。そうだな、結構歩いたし、そろそろお茶にでもするか。しょうがないな。いや、喉か。こんなところで会うなんて奇遇だね。ま、新た。
お前まで。クリス君もお買い物？まあ、そんなものかな。何も隠してない。こら、見るな。一度に食べるわけないだろう。晩の分もだ。お昼も夜もハンバーガーなの？その、実は今、家のものが留守にしててね。そうなんだ。どうかしたか、新た。じゃあ、もしかして、ずっとハンバーガー食べてるの？まあ、一週間ほどのことだから。どうした？友達か？あ、お姉ちゃん、クラスメートのクリス君だよ。ほう。あ、はじめまして。新たの姉の静香だ。よろしく。はあ。ん？はい。クリス・ノースフィールドと言います。よろしく。クリス君、家の人が出かけてて、ずっとファーストフードなんだって。成長期に偏った食事をするのは感心しないな。うちでよければ招待しよう。よかったら夕食を食べていくといい。え？でも、いきなりでご迷惑では。遠慮はいらない。どうせ作るのは私だ。はい。では、お言葉に甘えさせていただきます。いい返事だ。静香さんか。綺麗な人だな。あんな綺麗な人、初めてだ。うわ、何を、こら、目を塞ぐな。ちょっと、あなた、クリス君に何してるの？仲がいいのだな。雨か。さっきまで晴れてたのに、傘持ってきてないよ。にわか雨だ。しばらくすれば止むだろう。仕方ない。これは止むまでお店巡りね。もう、わがまま言わない。夕食の材料も買っていこう。クリス君も食べたいものがあったら教えてくれ。はい。それと、クリスでいいです。そうか。では、そう呼ばせてもらおう、クリス。はい。もしもし雨よ、雨さんよ。どうしてそんなに雨なのか。お買い物の帰りに最悪。この中帰ったら、ますます水も滴るいい女になっちゃう。どうしようかな。ぎゅい。どうったの、シャチキチ。ぎゅぎゅい、ぎゅぎゅい。バニー発見？違う？別のもの？どこどこ？ぎゅぎゅー。あんなところになど入っていけるか。そんな下着売り場になど。お前に関わったんじゃない。静香さんに誘われただけだ。それに今日だけだ。今日は18時になったらお前の指から指輪を外さなくてはいけない。言われた通り、封印は外してないようだな。残り4時間、そのままにしておけ。変な夢？何のことだ。なんで僕が出てくるんだ。か
勝手に出すな。出すなら出演許可を取ってからにしろ。住んでるところは関係な。ちょっと待て、どうしてお前がそんなことを知っている。その夢で他に何を見た。いいから。キジェか。おそらくそれは僕の記憶だ。合心の影響かもしれない。僕の記憶がお前に流れ込み、それを夢に見たのか。どこまで見た。何を見た。話せ。全部包み隠さずだ。見たのか、あのことも。それは。うわっ。へい、そこなツルツル肌の少年お二人組、突然ですが質問タイム。え、お名前は。クリス・モスフィールド。よっしゃービゴー。いや、あったりー、生もの本物天然もの。あの子がクリス王子様。金髪だ、美少年だ、おまけにお肌ツルツルだー。母様、私をこの世に産んでくれてありがとう。でも、だとすると王子様とくんずほぐれずしてた黒髪少年は何者。分かった、王子様の付き物、幼馴染兼付き人ってやつね。全く反対の性格の彼はたまに喧嘩しながらもいつも影のように王子に付き従うの。ああ、なんかそっちも捨てがたい感じ。何かブツブツ言っているみたいだが、向こうから声かけられちゃった。どうしよう、いきなり恋のドキドキトライアングル。そう、私が悪いの。ちっちゃなハートは今も答えを出せず、荒波を漂う小舟のように揺れ動いてるの。でもそのお誘い、私は王子様一筋だもん。言っちゃった言っちゃった。うん、そうだな。いや待って、こういう可能性は。王子様は悪い奴らから身を守るために普段は従者と入れ替わってるってやつ。そういうのって漫画とかでよくあるわよね。いわゆる恋のトラップ。だとしたら彼と私はお互いに正体を知らぬまま気の置けない関係になり、やがて互いの正体を知って運命の出会いにびっくり、そして恋に落ちるの。うー、何その萌え萌え展開。いける、いけまくりよ。そうと決まればまずは印象的なファーストコンタクトで好感度アップ。貸してください。ぎゅうぎゅう。え、サチキチ。うん、王子様と従者さんは。ぎゅい。うっそー、いない、うん、おーい、王子様、従者くん、どこ。まさか神隠し。いやさ、二人を引き裂く謎の罠、大いなる陰謀説浮上。くんくん、なんでこんなところで塩の匂い。しずかお姉ちゃんどこ行っちゃったんだろう。はぐれちゃったのかな。そこのあなた。はい、尋ねていいかしら。この札に書いてある L とか M とかいうのは何。え、サイズですけど。お洋服のサイズ L
が大きくて、N が普通で、S が小さくて、ああ、もっと小さいと、SS とか LL とか。ああ、なるほど。あらかじめいろいろな大きさに作っておいて、体に合うものを選ぶ仕組みなのね。外国の人かな？すごく日本語うまいけど。でも、綺麗な人だな。では、あなた、サイズを測ってもらえるかしら。あの、私、店員さんじゃないんで。そう。では、店員を呼んできてちょうだい。いかがでしょうか、お客様。こちらなどもお似合いかと思いますが。そうね。もう試着20着目だよ。なんでこんなことしてるんだろう、私。あなたはどれが好き？え、私ですか？そうよ。あなたならどれが良くて？いただくよ。え、かしこまりました。あー、何ないよ。それとこの赤い服はこの子のサイズのものも用意して。え、お礼よ。プレゼントするわ。そんなお礼なんていいです。全然いいですから。あなたの都合はいいの。私がお礼をしたいのだから、好意は素直に受け取りなさい。ありがとうございます。お支払いはいかがなさいますか？これでいいかしら。このカードは。はい、もちろん結構です。少々お待ちくださいませ。楽しかったわ。では、ごきげんよう。ごきげんよう。あ、やっと見つけたぞ、のどか。ん？その紙袋はどうした？何か買ったのか？おごってもらっちゃった。おごってもらった？誰に？その、知らないお姉さんに。ん？ん？アンジェラ、お前何をやって。もう少し静かに話しなさい。世間知らずのお前が異界で一人の生活、放っておけばのたれ死ぬのではないかと憂慮して、そのカードとかいうものの錬成法を教えたのだぞ。それをお前ときたら、今日一日だけでどれほど使った。それは一種のアルマータだ。派手な使い方をすれば、それだけガードナーに捕捉される確率も上がる。これでは夕方をぶら下げて歩いているようなものだぞ。ならばどう使おうと私の自由ね。行使のリスクは私自身が負うのだから。これが夕方になるのなら、できるだけ大きな獲物を連れてきてほしいものね。アンジェラ、そういう考えではいつかは足元を救われると常日頃から口を酸っぱくして。なんだ、どうしたのだ。噂をすればなんとやら。どうやらガードナーのようね。なに、だから言わんことではない。でも残念ながら私ではないみたい。どこのノルマが見つかったのかしら。そっか、それはチャンスだな。なぜ？なぜって、他の姫の能力を見る絶好の機会だろう。興味ないわ。なに、アンジェラ、お前というやつはどうしてぞ。何姫と分かりな、もしかしたら王子かもしれんぞ。ならば今すぐ駆けつけてその身の保護を。さらに興味がないわ。アンジェラ、メインディッシュの前にまずい前菜で腹を膨らませる気はない。女だから子供に及んでわしがお目付けをしなくてはならんのだぞ。本来ならこうして連絡を取ることも一番スレスレなのだ。いいか、
そんなことではこれない。おい、話を聞いてみるのか。さては切る気だな。待て、切るな。実は今から本題が。はぁ、退屈。早く夜にならないかしら。まさかどこかの国の姫。いや、さすがにそれはないか。ああ、それで合っている。そうか、そこまでは伝わっていないか。なら、それ以上は知らない方がいい。お前には不要な知識だ。そうするのが最善だが、お前が自分だけの胸の内に秘め、今後このことに関わらないというのなら、無理に消そうとはしない。友達、いつ友達になったんだ。言っておくが、関わるなというのは僕自身に関わるなということだぞ。当然だ。まったく、お前は変なやつだ。まだそんなことを言うのか。興味半分で首を突っ込むことではない。気持ちは感謝する。しかし、はっきり言って邪魔になるだけだ。なんでそこまで一生懸命になる。お前とはほんの二日前に出会っただけのはずだ。まったく、お前はいつもそうだな。刹那の衝動で行動しすぎる。お前のことをよくわかっている。いい家族じゃないか。羨ましいな。この感覚は。すまない、ちょっと席を外す。いや、ちょっと買い物があったのを思い出した。いい、一人で行ける。あなたは待ち合わせの場所に先に行っていてくれ。なんだ。バカ者、ついてくるなよ。ふっ。あなた、さっきの話、友達というのだけは考えてもいい。邪魔さえしなければな。それだけだ。油断した。ガードマン、こんなに近づかれるまで気づかなかったとは。今晩の決闘を前に戦闘は避けたかったが、いや、ここで勝てずに今晩の戦いになど望むべくもない。大丈夫、祝福の力を出し惜しみなく引き出せば、ガードナーごときに遅れは取らない。ドレスなどなくとも、何とでも。間違ってもドレスの力を使わぬまま戦うなどとお考えにならないでください。勝利のためにはその正面そのままになさるのが最善です。いや、僕は王子になるために戦っている。そのためにどんな屈辱にも耐える。どんな汚名も着る。だが、あいつの日常さえ守れないで何が王子なものか。必ず一人で勝ってみせる。僕は王子なのだから。エンボディ、行くぞ。来たか。クリス君は？な、バカ。そういう意味じゃなくて、
大きい声でそういうこと言うなってこと。もう恥ずかしいんだからもう。では少し待とう。どうせ雨もまだ止みそうにない。出られないな。こうするまでだ。待ち合わせの場所がここだとちゃんと伝えてあるのか？どうした？落雷か？落ち着け、のどか。大丈夫だ。すごい音したよ！すっごい音！停電したようだな。しかし、この季節に落雷とは。アラタ！どこに行く？危ないぞ！アラタ！すまない。ちょっと席を外す。ついてくるなよ。
興味半分で首を突っ込むことでもない。気持ちは感謝する。しかし、はっきり言って邪魔になるだけだ。さっきの話、友達というのだけは考えてもいい。その力は王子を守る力ですが、決して無敵の超人となれるわけではありません。スパイスメーカーお父上の人間だ。大丈夫、あと一匹だ。そんな、いや、恐れるな。まだ戦える。脱走しろな。力を、解放するんだ。僕は、勝つんだ。下手に触れれば焼かれるぞ。わからない。奴らは浅い水中を神出鬼没に移動する。正体の数がはっきりしない。